旧坂東家住宅見沼クラシック館は埼玉県埼玉市見沼区にある古民家を活用した博物館である。坂東家住宅は江戸時代後期に3時期に分けて建てられた民家で床上部分は保存穴の牧所により1857年の建築であることが分かっている。土間部分はこれより古く裏手の八畳館は 比較的新しいが、建築時期に大きな隔たりはないと考えられている。かやぶきの平屋の寄せ棟作りで、正面に、敷台のついた玄関、その奥に六軒を持つ。向かって、右手に当たる東側には、土間野球舎西側奥には、便所や湯殿を備える。1991年10月3日には、当時の大宮市の有形文化財に指定された。 一度解体された後に、ほぼ同一に復元され、1996年3月31日に落成式を挙行、同年4月16日に博物館として開館した。バンドオケ初代のスケモンナオエは、木の国加田村の出身で、1675年に、江戸で暮らす片原ミ沼の一角に、入江神殿を開発したが、下流の村の反対にあい1718年、 二代目、白座江門直政の時に、元のため池に戻した。徳川吉宗は、神殿開発を推奨し、三代目助江門直常は、入江神殿の再開発を幕府に願い出て、六十五町二端、あまりを神殿として開発。屋号を取り、かだや神殿と命名した。坂道家住宅が建てられたのは十代目女次郎の時で、十三代目、新助。 14代目亭主は大正から昭和にかけて北足立郡片柳村の村長を務めた。館内に展示されている剣玉や万華鏡などの郷土玩具、実際に手に取って遊ぶことができる。解体調査の際に発見された一分銀、郷土玩具などの民族資料、のき勝負や正月飾りなど人中行事に関する展示や、工芸教室や落語会などの催し物が行われる。 入場は無料であるが、工芸教室は材料費が必要となる場合がある。原則、月曜休館。ありがとうございます。